こんにちは、始まりました、川西美希です。そしてリサです。はなちゃんです。はい、ということでですね、はい、今回はコラボ動画第2弾ということで、事前にストーリーでね募集した質問に答えていきたいと思います。うん、いいます。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでね、結構来てますよ。事前にいっぱい来ちゃっていただいたんですけど、ゆい様から来てる。すごい、ゆい様、菅野ゆいちゃんっていう先輩なんですけども、一緒にご飯食べてるもんね。そうなんですよ、ここのポンリサと、あとゆい様と、あともう一人でよくご飯行ってるんですけど、次何食べ行きますって。この前和食だったね。そうですね、あと寿司も行ったね。次中華っていう話ありませんでした。あっ、ね、中華、うん、9月行こうかみたいな話あった。そうだ、次中華か。でも今予約入ってるのが多分中華と和食じゃないですか。あ、そう、和食も9月だか10月頃に来るとめちゃくちゃ美味しいネタがあるよっていう話でなったかも、うん、でも最近和とかが多いね、やっぱね。確かに、そうですね。じゃあ和でお願いします。和でお願いします。はい、じゃあ次、いい男やいい女の条件って何でしょう。難しい、価値観によらない。じゃあいい男いきますか。でも私にとっていいなって人と、世間的にこういいっていうの結構違う。え、何ですか。私はもうほっといて自由奔放にやらせてくれる人が、いろいろ干渉してこない人がベスト。いい男ベスト。もうそれが一番ですか。やっぱ素材を殺さないでいてくれるっていう。あー、でもそれは確かに大事ですね。みんながこうだからこうしてとか、私夜でも撮影したくなったらするけど、うん、いやなんか一緒に暮らしてんだから夜はやめてよとか言わないでほしいから。確かにそれはちょっと悲しいかもしれないな。ポンさんは。私は、優しい。あ、でも浮気しない人。あまあでもそれは絶対最低ラインかな。あ、あと仕事してる人ですね。いい男というよりは最低ラインを決める発言であったわけだけど、いやなんかもう最低ラインを決めるときはこれはいい男だって思うあれはなんなんかない。仕事をバリバリして尊敬できる人、それだね。でも大事。いい女、いい女、料理できる人、手出しすぎない人。あー、確かにあれですね、似てますね。両方そうかも。男も女も。やっぱ素材を殺すに。確かに、そこはでも大事かもしれないな。程よい距離ってことですよね。やっぱ大事にしよう大事にしようと思って、お花に毎日毎日ジャバ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 水あげといたら枯れるんよ。自分がやった方が早くてもあえて見守ることができるようになるのは。確かに、それはでも、いい塩梅が持ててる男と女っていうことも確かにな。大人になってそう思ったね。あ、それは大事ですね。じゃあ次は、生きてく上で必要な術は何ですか。術。え、でもこれちょっと気になるかも。リサさん塩梅がうまいというか、距離感。あー、でも大事だな、それって、付き合ってもそうだし、家族もそうだし、マジそれに尽きる。距離感下手なやつってさ、すごいストレスたまんない。たまります。こんなに入ってくんなよって時もあるし、いや、こういう時はちょっともうちょっと来てほしい。あー、確かに、あるあるある。それがなんか、本当に彼氏、彼女でも、親でもあるから、距離感の取り方上手い人って、助かっちゃう。でも、空気が読めるってことですよね。多分そういうことだと思う。どこ行った。なんだろうな、気張りすぎない。大事。私、いつも結構気張っちゃうんですけど、よく言われるのは、80% ぐらいでいいよ。真面目なんだろうね、根がね。ちゃんとやっちゃおうと思っちゃうんだよね。グッて行き過ぎちゃって、それで結構違うというか、だからなるべく気張りすぎないで、こう物事に取り組むようにしたりとか、人と話す時とかするようにするかな。頑張りすぎる人ほどやっぱこう上がり下がり激しいから、やっぱ、まあこんぐらいが一番ね、安定していいよね。保てたらいいですよね、確かに。いいとの彼氏に働いてもらうにはどのように伝えますか。人をまず変えるっていうのがむずいと思ってるから。あ、でも、わかります。だからニートの人は多分、ニートでいいと思ってんじゃない、大体。どうなんだろうね。まあ人によるのかな。人が変わる時って変わらなきゃ生きていけないっていう時じゃないですか。だから彼が極限まで追い込まれないと多分変わらないと思うから、あれじゃあライフライン止めてみたいんじゃない。あー、確かに。水道とかも電話して止めてもらって、電気止めてもらって、ガス止めてもらったら、あ、死ぬかもって思って新しいフェーズに入るかも。それかもしくは最悪な状態になるとこう人に頼っちゃうかもしれないですね。あー、まあね。でも彼はそういう自由なのが好きだから、それを認めてあげるように自分が変わるか、もしくは違う人を探すか。人を変えるのはどれだけむずいかっていうのは年々わかるわけよ。わかる。だからニートと付き合いたくないなって思うんだったら、彼を働かせるというよりはニートじゃない人を選んだ方が早まし早い。間違いないです、時間がね、やっぱ限られてる。そうそうそう、限られてる。命限られてる。ほんと。はい、ちょっと頑張ってみてください。はい、最近恋愛してますか。もうこれは恋愛はしてないですね。してないですね、はい、だってそもそも出会いなくないですか。だって家にいるもん、マジで。こんな顔してるけど週1ぐらいだよ出かけても、マジで。確かに、外に出て人と会うと言っても出かけても3時間ぐらいかな。うん、間違いない。あとはもう仕事で出るぐらいしかないから、そうですね。本当に恋愛をする機会がないから、漫画読んで疑似恋愛するとかもうやばいやつ、やばいやつやん。ときめきね、
キメキメモリアル完結しちゃうよね、なんかそうなんだよな、なかなか誰かいい人いたらこちらの方に本当にね、URL 貼っときます本当に、いや、どうなのインスタの URL 貼っときます、インスタの DM ください言うてはい、じゃあ次は、はい、加藤ひなたちゃんから来てますね。おー、彼氏ができません。これはなんだろうね、でも YouTuber の女性で稼ぎ違いすぎてやっぱダメだよね。ああ、まあそこも確かに、リアルな話で言うと、まあ、まああるかも、うん、一般の男性ってことですよね、うんうん、同い年と比べた時にやっぱり違うから30歳でもあれですかね、やっぱり違うとは思う。特に超思うのがご飯屋さんとかの行きたいあれがちょっと違ったりすると、なかなか行けなくなったりってなるとちょっと合わないなとかっていうのはある。だからやっぱ YouTuber と出かけちゃうからね。え、うん、え、でもこう、うん、どこが一番譲れないですか？お金の価値観ですか？いや、そうでもないけど、でも男の人の方がやっぱ女が稼いでると気にするよね。それはでもありそう、うん、確かに。でも逆に気にされないのも嫌ですよね。いや、じゃあ奢ってよみたいな。嫌だ、全然嫌だじゃん。全然嫌だ、全然魅力感じないんですけど仕事頑張れよって思っちゃうもんな。本当に頑張れよってなっちゃうから絶対嫌だな。だからそこの塩梅が難しいですよね。うん、でもお金の価値観ってかなり大きいと思う。大きいです。そうだよな、むず。一緒に頑張ろう、ひなたちゃん。合コンもなかなかできないから。そうですね、うん、今の時期もそうだし、そうでもコロナが落ち着いたらそういうのやってみたいなっていうのはありますね。紹介から始まるストーリー、うん、あれ、なんか昔相席居酒屋行きたいっていう話してましたね。え、めっちゃ行きたいわけよ。全然あるね、落ち着いたら行きましょう。全然ある、うん、行きましょう、全然行きましょう、全然行きましょう。なんとかカフェとか、え、カフェバージョンもあるの最近？多分あると思います。お酒なくっても行けるやつ。酒あってほしいわ。あ、そっかそっか、うん、じゃあ次は、うん、月で一番何にお金使いますか？なかなか難しいですよね。むずい。動画に関するものじゃん大体ですね。服とか購入品とかもそうだけど、うん、そこら辺だけど、はい、そこと美容を貼るかな。いやー、そんな美容最近使ってないな。美容って施術とかダーマペンとか、うん、月1回だし。そう考えると全然コスメとか、うん、動画で紹介するものが一番高いかもですね、うん、真面目じゃね。でも外に出ないからあんまり、ね、本当そうね。そうなんですよね。もっとね、外食とかしまくってお金使うとか、うん、普段だったらもうちょっとしてるんだけど、今はなんかね全然ね、そこまでやって。ウーバーだし。でもウーバーも最近頼まなくなって、うん、ちょっと飽きたよね。わかります、わかります。同じ家住んでたら大体同じですからね、うんうん、来るの。おお、いつもこんな感じだから。かわいい。大体動画に関するものですね、はい、服とかが一番です、はい、30代何を大切にして生きていきたいですか、はい、いいね。なんかこの質問おー深い。深い。圧倒的自分のペース。ペースっていうのは、うん、仕事のペースもそうだし、うん、人に振り回されるのもやめた。でも確かにリサさんって、うんすいません、ちょっとね、子猫でタイムでしたね。すいません。リサさんって結構人に合わせるというか、うん、合わせても大丈夫なタイプだったじゃないですか、うん、それをやめたってことですか？基本的には大丈夫なんだけど、やっぱちょっと無理して頑張っちゃうシーンもあるけど、そういうのはやめた。でも根本的には別に合わせるの苦じゃないからいいんだけど、本当は今この時間は自分でこうしようと思ってた時間だけど、急に何々してって頼まれたからやるとかはやめた。ノーってちゃんと言うようになったとは思う、うん、すごい。リサさんのマジ30代って感じ。リサさんのノーのイメージないですもん。え、やだ、うん、行きたくないとか全然言う。いい、うん、イエスはね、意外と言えんのよ人って。ーノーの方が人に対して嫌われるかもとか思うと言えないから、顔色見ちゃったりとかありますもん、ね、マジやめた。いいと思います、はい、その方が負担ないしな。ない、いい、楽しくなる、楽になるし。なんだろうな、30代新たなこと見つけたいなっていうのはあります。うん、わかるわかる。作ることが好きだから、うん、こじんまりした何か作りたいなっていうのは漠然とずっと思っていて、うん、でも YouTube のその編集が今まではそれだったんですよ。楽しいよね。そう、楽しいから、うん、でもやっぱり5年間やってきて割とこう決着ついたなというか、大体分かっちゃうもんね、うん、はい、やってきたなっていうのがあるから、新たな家の中で作れるもん、うん、職人になりたい。なんかピアスとかな。あ、でもそういう系はそうですね、いいじゃん。それも楽しそう、うん、ハンドメイドだったりとか、新しい挑戦を止めずにこうやっていきたいなっていうのは大切にしていきたいですね。やっぱみんな年齢的にもう30だから新しいことやるのはっていう気持ちに余計なっていくけど、やっていくっていうのはね大事だと思う。次は、浮気男の彼氏からどうしても離れられません、どうしたらいいですか？何この間でもぶっちゃけお互い経験あるじゃないですか。どちらかというと私はもうバッサリ切る派なんですね、うん、リサさんはどちらかというと別にあんま関係ないそれすごいですよね。そんなもんじゃんみたいな。いやいやいや、それを飲み込めるのがすごい。いや、てかな、別に別れるっていうのが自分が嫌いとか好きじゃなくなるから別れるっていうので、別にその浮気をされたから別れるっていうマインドがないよ。すげえ。
浮気されても好きなんだったら一緒にいればいいけど、あでもそうですね、確かにそう、なんか気が済むまでやった方が得されないと思うよ、うん、あの時やっぱり一緒にいたら私が彼と結婚してたんじゃないか、彼は変わってたんじゃないかっていう、そういう余韻を残さないためにも、離れられないなら今一緒にいればいい、自分の気持ちをちゃんとやりきる、残さずにってことですよね。そう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 、後悔したくないからっていうところも、うん、確かに。でも私はもう浮気された時点で好きじゃなくなっちゃうから、うん、すごいよね。もう逆に絶対にすぐ別れられます。スイッチみたいな感情がまさにで押されましたみたいな、ある意味いいのかもしれないね。彼女も離れられないんだったら離れられなくていいんじゃないかなってことですよね。一旦自分がどこまで行き着くのかちょっと見てみるっていうのもいいんじゃない、うん、まあ、今後の経験として、うんうん、そうですね、うん、で後悔しないのが一番、でも基本的にはあのベース変わらないんで、男そうですね、女もね、はい、はい。じゃあ次は2人の間でよく上がる話題は何ですか。美容整形、美容ですよね美容整形、そう、この合間でもずっと喋ってたよね。そう、私はもうここのたるみが気になるから。わかるわかる。でも糸リフトはやめた方がいいってみんなも言ってるし、うん、でも最近人気だよねとか、そういう話題一生してるね、うん、やりたいですねっていう話をしてます。韓国に整形旅行に来たよ。行きたい、めっちゃ行きたい、ね、いろんなレーザーを仕込む。レーザーしたシミが最近めっちゃ気になるんですよ。いやでもね、シミも難しいよね。もし肝斑だったら悪化するかもしれないし、レーザーとかいろいろね、あるのでね、皆さんよく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 ググるんですよ。ググるんですよ。やることですね。そういうことです。はい。10年後は何してたいですか。職人。もう熟練の域で多分10年やってた。そうですよね、うん、そろそろ始めて職人になりたいかなっていうのは思いますね。何のって感じ。時間を切り売りするのをやめたい。あー、うん、時間にとらわれない仕事とかですか、うん、いつもやっぱり何かに追われてんだよ結局。うん、そうですね、締め切りだったりとか、そう、フリーになっても、うん、漫画家さん、ワンピース描いてる人もこんな気持ちなのかなとか思って、やっぱなんとか頑張ってるけど、漫画家さんもね本当に頑張っていいものを作ってくれてるから、ね、うん、頑張んなきゃ間に合わせなきゃっていう仕事のした方はもう年齢的にもねしんどいと思うから、心に余裕がなくなりますよね、うん、忙しいと。あとはもうコロナが多分もうね落ち着いてると思うので、うん、世界中飛び回ってたよね。あ確かに旅行は行きたいですね、本当にそれ欲がすごい、うん、生きる意味だから旅行するの。確かにもう旅行の人になってそうですもんね、うん、10年後とかだったらもうだって死んでるようなもんだからね、今どこにも行けないって。みんなが思ってるより旅行できないこと私にとって結構メンタルにくるから。そうですね、そうそう、生きる意味だから。月一でね行ってたから。そうそうそう、旅行の人になります、はい、職人になります。旅人です。何か行動を起こす時の勇気の出し方を教えてください。考えすぎないこと大事だよね、うん、考えることも大事なんですけど、絶対に考えちゃったら先のことは不安しか出てこないから、あんまり考えすぎないようにする。でとにかく行動するってことですかね。私はもう圧倒的な自己暗示。あ、責任はできる、責任はできる、責任ならできる、こうなる、できる、はいできる、はい、あできたわ、大事、やったいし、それはマジで大事ですね。魔法だよ魔法、うん、うまくいくなと思ったらうまくいくし、うまくいかないなと思ったらやっぱうまくいかないもんだから。そう、いかない。不安を心の中に植え付けたら絶対ダメ。そう、できる。そう、自分の心は自分でしかコントロールできないから、それがいいと思います、うん、頑張ってやってみてください、はい、人と自分を比べてしまう癖を直したいです。そのせいで自分で勝手にストレス作ってて、うーん、難しいよね。難しい。でも私は割と外の情報を断ち切ります。うーん、でもいいのかも、気にしすぎちゃうから、ね、うん、そうそう、なんか SNS とかしてると何でも情報が入ってくるから。あささんもやってたもんね、なんか1週間デジタル断ちますみたいな、うん、いいんじゃない、なんかああいうのデトックスってさ、ファスティングとかもあるけど、うん、絶対デジタルデトックスね、うん、良さそう。なんだろう、比べて自分がこう劣ってるなって思うことがあるんだったら、相手を尊敬すればなんか割と治るというか、敵と思わずにね。うん、そうですね。自分より綺麗な人とかさ、うん、自分より痩せてる人見るとさ、嫉妬っていうか超マイナスな感情になるけど、自分嫌だなとかめっちゃ思っちゃうけど、そんな風に思わなくてもいいじゃんと思うけど、それになんか自分にコンプレックスがあるんだったら解消できるようにめちゃくちゃ努力すれば自信になると思うから、うん、そうしたら自己肯定感上がって比較そんなしなくなんじゃない。これは一生の難しいよね。そう、悩みではあると思うんですけど、少しずつの積み重ねだと思います、うん、じゃあ次は、今一番旅行に行きたい場所は。三重。あ、国内なんだ。はい、私も国内です。あ、そうだよね、国内担当だもんね、うん、国内大臣だからね。はい、私はモロッコですね。なんでですか。めちゃくちゃ異国っぽいから。今はもう異国っていうのを感じたい。あー、でも想像できますもん、うん、モロッコっていうのが。もうタジン鍋とか、あ、なんかこういう鍋昔流行ったじゃん、ああいうのとか、海外ならではみたいなのをすごい感じたい。だから日本語とか全然なくていい。あー、それでもいいな。めちゃくちゃ言語が違くて何言ってるか分かんないぐらいのがもう気持ちいい、うん、確かに。ちょっとコロナ期間でね、ストレス溜まってますから、うんうんうん、そこは行きたいな。お二人は喧嘩やギクシャクしたことがありますか。ないよ。ないです。めちゃめちゃ多かったのが、リサさんとコラボしてない間、うん、結構 DM とかで、 DM
DM って結構ガチじゃん。え、そう。え、リサさんが喧嘩したんですかとか。この年になって喧嘩することある？私結構誰とも喧嘩しないんだけど、マジで。え、なんで会ってないんですかとか結構言われて。いや、会ってたよ。そう、会ってた、うん、全然会ってたんですよ。 SNS に上げてるのがね、全てじゃないから、ね、そうなんですよ。3割、2割ぐらいだから。そう。え、もう本当に載せないですよね。てか、そもそも写メ撮らないし。いや、マジでいつも食べ物ばっか撮ってる、うん、そう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 。え、なんか若いからだったのかな、毎回撮るみたいな習慣。でもそれはあったかもしれないですね。マジなくなった、そういうの、うん、プライベートでもそうだもん。うん、年々わかるよ、写真減ってくからって。マジ写真減るな、うん。じゃあ次は、はい、眉毛すっかすかでも眉アートってできますか？できます。できます。私明日行きます。そう、マジ楽になるからね。やっぱそうなんだ。風呂に入っても上がってもいつでもやっぱ眉毛健在ってね。すっぴんのレベルが上がりますよね。上がる上がる、確実に。ブラッシュアップされちゃうから、すっぴんが。うわー、ちょっと楽しみだな。もうだから日焼け止め塗って、うん、マスクしてるだけでもなんかちょっと仕上がっちゃってますけど、みたいな。確かに、そうだよな。ナチュラルですけど。で、アイラインのやつ入れたらもう完璧ですもんね。完璧よ、完璧。メイクなんかいらない。いらないの、もうコロナメイクいらないから。うん、マスクだから。そういうことだから。やってみてください。スカスカでもね、できますか。はい、彼女さんがおる元彼とご飯と行くのはどう思いますか？やっぱり浮気になりますか？あ、前の男？前の男いいでしょ、別に、うん、なんか問題ある。相手が彼女に黙ってたらちょっと嫌かもしれない。あー、うん、てか相手の彼女がそれを嫌がる人だったらやめた方がいいけど、別にいいよってお互いそういう感じだったら別に良くない？ただの人じゃん。異常に元彼とか元彼女とかを気にする人いる？いますね。私ただのあのヒューマンとしてしか見てないから何の感情もないけど、一回聞きますね、うん、彼女に言っていいって言ったら行こう。あ、でも大丈夫なの、うん、とは聞くかも。うんですね。あんまり知り合いじゃなかった、うん、例えばその彼女も知り合いとかだったら別に全然さ、ちょっとご飯行ってくんだよねってなるけど、うん、でも元カノとそんな仲いいってことないよね。ない。界隈でもしかしたら。あ、でも界隈だったら一緒に行きます。界隈の可能性ある。あ、確かに。2人で行かない。うん、まあ確認で一方入れるっていうのはまあマナーかもね、うん、マナーですね、うん、はい。次は、借金抱えてることを最近知らされた同棲している彼氏どうしますか？その借金は何によるもの？確かに気になりますよね、うん、これギャンブルだったらマジで本当にやめた方がいいとしか言えない。ギャンブルだったら分かれるな。ギャンブルってただの中毒よ、うん、酒とかタバコとか麻薬とか覚醒剤と一緒だから、はい、もう脳内麻痺物質出ちゃってるからもう無理よ。自分のできる範囲内でできないものを借金して抱えるとしたら嫌だな、うん、やりくりできてないんだもんだって、うん、でそれでこっちにも被害来るんだったら嫌ですもんね、うん。でも金額によるし、物による。金額と内容によりますね、はい、それが例えば奨学金で返すのがなんちゃらかんちゃらねとかだったら、全然まあなんか一緒にどうやって工夫したらいいかっていうのを考えてあげたらいいんじゃない、はい、そうじゃなかったらもうこらせならだわ、うん、全然可愛くまとまんなかった、うん、マッチングアプリでの出会いについてどう思いますか？ポンリサの意見聞きたいです。ちょっとやったことあるもんね。あります。あらあらあら、全然写真自分だけど。そうなんですよね、うん、いつだっけ、超昔だよね。3年ぐらい前3年ぐらい前にね、めっちゃ懐かしい。やって、ね、でなんか今やり取りしてる人とかの話を、うん、めっちゃ楽しかった、ね、してましたね。え、条件だけどみたいな感じでちゃんと会ったりしてたもんね。会いました。会ったよね。なんかタイ料理食べ行ってた。あ、行きました。タイ料理食べ行っ て、ね、そう。リサさん1回しか行ってなかったですね。2回行ったね。あ、2回行ってた。2回行ったけど、うん、ないわーってなって帰ってきたっていう。いやー、なかったですね。そんな下北の思い出下北尾です。超懐かしい。やばい。何でしたっけ、餃子でしたっけ。いや、なんかそれは居酒屋さんだった、うん、あ、最終的になんか下北のシーシャーバーに行った記憶。あ、行ってた。2軒目行ってた。そうそうそう、2軒目行ってたけど、1軒目の時点で帰りたかったの、何も買えなかったの。暇だったんかんないけど、下北尾さんね。いや、そうだ、あった。いや、でも全然マッチングアプリありですね、うんうん、でもいい人に出会える確率はちょっとマジピンキリ。そうですね。いや、だからモテねえんだよって思うやつもいるし、いや、なんかお前嘘ついてんなっていうやつもいるし、ありますあります。もちろんいい人もいるし、あとめちゃめちゃ内容が面白い人とかもいましたね、うん、なんかすごい急に赤ちゃん言葉みたいなすごい気持ち悪い感じとディズニープリンセスのスタンプしか押してこないからめっちゃキモいじゃんと思ったっていうことは、なんでディズニー縛りなの。ディズニーが悪いんじゃないの、うん、悪いんじゃない。ただお前がディズニー使っちゃいけない。喋り方と合ってなかったの。合ってなかったね。あれはかなり背筋がゾッとしちゃったっていう。ゾッとしました。いや、やっぱ私の引きかなり面白さが。リサさんはマジ強かったです。いや、でも全然ありだと思います。うん、あるよあるよ、うん、全然頑張ろう。うん、現代そういうもんだから。そう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 、出会いないから。行ってみよう行ってみよう。はい、次はコロナが収まってきたらポンさんとリサさんで旅行など行きたいところありますか？あー、この間行ってませんでしたっけ。なんだっけ、旅行じゃなくってキャンプ。なキャンなんか山奥の。え、山奥、なんかこの間話してましたよね、どっか行きたいなみたいな。山奥、何人かで集まって行きたいね、うんうん、みたいな話してたけど。お城かな。
鹿児島かな。行きたい狙ってる宿はいっぱいあって、うん、最近なんか出歩くと疲れちゃうから、ね、ホテルでゆっくり過ごすの結構好きなの、うん、そういうので結構狙ってるところはいくつかあるけど、うん、ポンさんと行って楽しかったの。やっぱ伊勢ね、あの時めっちゃ良かったよね。本当に良かったです。でも草津も楽しかったです。草津も良かった。めっちゃ楽しかった。でも揚げまんじゅう食べれなかった。もう一回行きたいし、あとはあのプリン、甘露サービスエリアでもう一回。懐かしい思い出ですね。じゃあもう一回食べたい。食べたい。シフォンケーキも美味しかったし。美味しかった。木の実さんにまた行きます。行きます。はい、次は精神的に疲れた時や辛い時、うん、何をしていますか。ひたすら寝るから。でもリサさんがこう疲れる時って睡眠不足の時ぐらいですか。いや、なんか考えることが多すぎると、あ、争いマジ嫌いない。あ、やだ。本当にお金で解決できることは金で解決したいし、もう本当それぐらい私争いって超ストレスなの。みんなさ仲良く来てこうぜ、ヘイヨーって感じなのに、そういうのに巻き込まれると一気に結構萎えて、うん、遮断するね。 SNS とかも見ないし、 LINE も見ない。携帯電源なんなら私切るときある、うん、あ、全然ある。今もう嫌でーすって言ったらなんか連携してるパソコンがピモンってなるから、お前もムカつくパンみたいな。あ、全然。でも絶対に遮断するときは1週間のうちに1回ぐらいはあった方が心がリセットされそう、うん、確かに確かに、うん、ブルーライトがねうちらに害を及ぼしてるね。そうなの、本当に、うん、本でも読みましょう、うん、本読もう。でも私は漫画読んでます、ブルーライト。結局ね、まあでもあれはただ紙があの中に入っただけなので、うん、許可します。ありがとうございます、はい、彼に性欲がなくて半年以上していません、うん、愛に好意が必要と思わないみたいです、どう思いますか。別にそれでもいいよっていう人だったら別にいいけど、うん、それじゃ嫌だって言うんだったら結構しんどいんじゃない。そうですよね、そこって結構分かれると思うから、うん、これが原因でね不倫とかなる場合もあるし。全然ある。うん、だからちゃんとそこを話し合った方がいいですよね、うん、でも知り合いの人と話し合った結果、その子供を産んでて、うん、その後男の人がやる気なくなっちゃって、お互い別に離婚する気はないけど別になんかそういう。子供を産んでてってどういうことですか。あ、奥さんが子供を産んでて、で旦那さんとそういうなくなっちゃったけど、そして出された結論がだから別にそういうのはなんかしたければ他の人としたらいいんじゃないみたいな結論になる夫婦もいるっていうか。確かに。でもそうですよね、うん、答えは一つじゃないね。それでやっぱり離婚して他のパートナー見つける人もいれば、うん、一緒にいるパートナーとしては旦那さんがいいんだと思ってるんだけど、やっぱそういう風に見れないとかさ、いろいろ事情があるからね。確かに。これは正しい間違ってるって安易に言えないと思う。ないですね、本人同士の話し合いの末だと思うから、うん、ちょっと話し合ってみた方が、うん、よくすり合わせしていただいて、はい、うん、じゃあ最後の質問です、はい、普段の日常でモチベーションを上げるためにしていることとかありますか。なんかあります。叫ぶやるぞーみたいな。強制的に上げる。あ、ゼロ100を自分でもう作る。え、本当に叫んでるんですか。本当にもう動けないって時はなんかもうとか全然なる。人者はなちゃんも一緒に叫んでそう、うん、で見るでも全然あるある、うん、スイッチってなかなか押せない、うんうん、やる気スイッチなんてないですからね。ない。そっか、うん、ある。私は好きなものの時間を必ず作ること。一、うん、日の中で絶対に漫画を読む時間だったり、さなちゃんを見る時間だったりとか、うん、それがモチベーション上があります。もう好きなことだけずっとしちゃったりしない。あ、あります。でなんか半になったら動こうとか思ってたら31分になっちゃうと40分にしようってっていうのがよくあるから、人間あるあるってやってリセットするみたいな。わかる。人間でダメな生き物よ。そうなんですね、うん、でもそういう時はもう見ながら立ち上がるようにします。うん、絶対にベッドにいたらもうダメだから、雨を与えつつね、そう、ちゃんと動くってことですかね。モチベーション上げてます、はい、という感じでね、はい、今日はいろんな質問いただいたんですけど、はい、久しぶりにポンリサで質問コーナーしてみました。答えていきました。ありがとうございました。昔とねまたちょっと変わってるところもあるんじゃないかな。そうですね、悟り開いたところは開いたし、変わらないところは変わらないベースであるっていう、こういう感じで感じ。これ金こういうもんですね。ちょっと忘れちゃった。最近見てないから忘れちゃった、ね、はい、はい、皆さんもいろいろ悩みあるとは思いますが、マイペースに、ね、やっていきましょう。やっていけたら、はいはい、いいかと思います。はい、ということでね、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。川西美希とリサでした。バイバーイ。